群馬県道2号前橋立林線は群馬県前橋市から立林市に至る県道である。本路線は前橋市中心部から伊勢崎市、大田市の中心部を通過して終点の立林市へと至る。また群馬県内の都市間連絡道路として国道5 5号、国道354号とともに重要な道路である。そのため、 交通量も全線にわたって多いが、車線数は、駒形バイパス区間と、大田市中心部の国道407号との、重複部分が4車線になっている以外は、ほとんど2車線であるため、渋滞が多発する。なお、各市街地中心部では、道幅が狭く、かつ歩道も細い箇所が多い。大田市、竜舞東交差点から、立林市、北成島町交差点までは、 国道122号と重複する。かつて、大田市東本町交差点龍舞町の、県道放流の区間は、国道122号の一部であったが、県道である、大田バイパスが開通してからは、県道2号に降格となった。群馬県道としては、総延長が4 9トルと分断区間のない、県道としては一番長い路線である。かつては、前橋小賀線を名乗ったが、 1993年に、立林市赤土町から茨城県小ヶ島出間の道路が国道354号に昇格したため、現在の名称に変更された。高根古仙橋は、群馬県立林市北なる島町、高根町、大街道2丁目にある東部伊勢崎線をまたぐ古線橋である。群馬県道2号前橋縦林線に属しており、 国道122号と群馬県道8号、足利立林線を間接的に結ぶ。高根古線橋、観略図高根古線橋を経由した群馬県道2号、前橋立林線のルートは以下の通りである。なお、以下のは図中に示したに対応する。国道122号と重複している県道2号は、高根古線橋の下を通過する。北成島町交差点にて右折する。 大田市、竜舞東交差点から大浦町、立林市と重複してきた国道122号とはここで分かれる形となる。道路は時計回り方向に進み、高根古線橋へと至る。高根古線橋により、先ほど通過した国道122号、東武伊勢崎線、県道8号をまたぐ。時計回り方向に進みながら古線橋を下る。 月当たりの大街道2丁目交差点を左折し、縦林市街へと至る。大街道2丁目交差点は、県道8号の終点であり、県道2号はここで、県道8号と交差する。前橋市伊勢崎市大田市大浦町縦林市前橋市、本町3丁目交差点、大田市、東本町交差点起点方向を望む。写真奥方向が、県道2号。 国道407号、写真右が国道407号、写真手前が県道2号、写真左が主導である。大田市、龍前東交差点終点方向を望む。写真左手前方向が県道2号、写真左が国道122号現道、写真右が国道122号振動、写真右奥が県道2号、国道122号現道である。 立林市、高根湖線橋県道2号、国道122号の2路線は、高根湖線橋の下を通過する高根湖線橋より、東部伊勢崎線を望む伊勢崎線の右側には、北成島町交差点、左側には大街道2丁目交差点がある。立林市、緑町交差点正面方向が、県道2号である。松原1丁目交差点から終点まで。 県道7号と重複している。前橋市、伊勢崎市、大田市、大浦町、立林市、前橋市、伊勢崎市、大田市、立林市実際は、群馬県道、福島県道1号、沼田日の江又線が一番長い、県道であるが、分断区間が存在し、かつ、群馬県と福島県にまたがっているため、群馬県内で完結する県道としては、本道が最長となる。つまり、かつての二号線は、群馬、 埼玉、茨城県道であったと言える。ABC4 サ路の交差点であり、西方向が県道2号、北西方向が国道122号県道、東方向が県道2号、国道122号県道、南東方向が国道122号振動である。県道2号はここから、立林市、北成島町交差点まで国道122号県道と、 重複する。県道7号との重複区間に関しては、番号標識や、両交差点の経路案内標識において、県道2号の表示は確認できない。大田市、龍舞町には、龍舞交差点が、計2箇所存在する。あと1箇所は、国道122号と群馬県道38号、足利千代田線が交差する4差路である。ありがとうございます。